3、2、1。目標のアンロックまであと30秒。集中を絶やすな。楽に終わる相手だ。敵をターゲットし。はい、ブースト。今なのナイスこの BPM。俺とアナの神連携で微動が瞬殺された。めっちゃ後方処理してくれるんですよ。敵の進歩は気がかりだな。先生帰った。いや今安田さんと飯食いに行く。とうとう移動をやめた。正しい。多分このウィドウ5キル6デスだけど、多分全部 SMG。 逆にすごいだろ。ウィドウ76。ウィドウの SMG で5キルできるんだったら違って使えよ。
とうとうトールビョンでタレットを直すことしかしなくなってしまった。そっち行かないでこの反動強いんだよな。あ、やられた。え、ラギア、そっちから出てくる。リードされる前に止めないと。テンション上げるぜ。残り60秒。リードされたぞ。食い止めろ。地球ラッシュの関係あるの？普通ラッシュの時でもダメージ判定あるんだ。あ、そう、でも5ダメとかしか入らない。そうね、うん、マジで青体力つけるためのために使っているのか使うのがいい、普通ラッシュ。なんかでもジョークあるでしょ。まああるけど、多分これさ、たまたまなのか知らんけどさ、地中の時だけ2回ブープ入るんだよ。落とせるマップだったらワンチャン落とせる。これ、まあ、どこで使うのか分からないけど、イリオスとかって穴開きとかだったらワンチャンこれダブルグループで落とせるって。
なんで俺アナよりヒール出てんの。思ったよりしょうもないのが気になるな。確かに。あまりにしょうもなさすぎる。バックダメージが。